はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずちょっとですね、攻撃アイテムを少しだけ揃えました。まあ高いんであんまりないんですけど、まあ基本5個ずつですね。お金すっからかんの9円というところで、でまあ多分こっちが、おっとっと、エンカウントが多分マックスになってんな今。しかもよりよく縦兵か、ちょ逃げよう。これは縦兵はちょっと構ってらんないんで、逃げ切れた。エンカウント率はちょっと下げよう、マイナス50。 OK で、ここがいけるようになってんのかな多分。うん、そうっすね。さっきなんでいけなかったんだよって感じですけど、お、ここはすぐ通過できた。おっと、ちょっと暗くないか、ここのマップ。あ、火が灯ってるけど、まずはちょっと下のところから攻めていくか。広いな、特に何にもない。やっぱり一回ちょっと上に行かないとダメか。お、こいつらはね倒せる。盾がいなければ特に問題はない。盾兵が強いっすね。防御力が高すぎる。かといって魔法がね強いわけじゃないんで、イデアもサンダガとか買ってないからな。このマグノリアの攻撃が通らないとかなり厳しいですからね。強い。マグノリアさえ戦力になってくれればなんとかなるんですけど、マグノリアがもうゼロとかになるとかなり厳しい戦いを強いられる。とりあえず左から攻めるか。こっちに何か起こってるな。大地の上のかと思ったら、あんまり、うわ、一回戻んないといけないのか、そういうことね。上と下に絶対スイッチが連動してあるわけじゃないんだ。じゃあ次はちょっと右へ行ってみましょう。あ、縦だ、縦をもう、やだ。無理。逃げろ、逃げ切れた。結構余裕で逃げ切れるな。ここで下に降りてもしょうがないんで。ああ、階段が行けますね。ちょっと上の方に行こう、やっぱり。ってことは、こっから下に降りないといけないってことか。右はじゃあちょっと別のところから来るのかな。よし、これはいける。攻めろ攻めろー。バラージもだいぶ攻撃力上がるな。行きがけー。よーし、何よりもまずお金っすね。お金が全く足りない。今はもう 1.5 倍つけてないんで。ああ、これだけか、アイテム。バッカスの酒。右の方のアイテムも欲しいけれど、あれは多分右の方から来る感じか。これを一回下ろして、で、上に行って、で、左の階段から出ると。盾を出るな。味方の先制攻撃。盾はいない。OK。てか、これリピートでいいや。そうすると。盾さえいなければ、怖いものなどない。おらおらおら。行きがけ、行きがけ。エクスポーションとか落としてくれないかな。
この城もだいぶ広いな。どっちだ？うんうんうん。あっち宝箱あったじゃん。ちょっと戻ろう。なんかいいの入ってないかな。強力な武器とかなかなか入ってないからな。4000円。金は大事だ。超大事。4000円とか。ボムの右腕2つ買って終わりっすからね。一瞬でなくなる。あー出た。盾ちょっと待って。リピート解除。逃げる。まさか逃げるを多用するときが来たとは。逃げ切れた。すげえな。逃げ切り率が高い。テレポストーン。テレポストーンって使ってもさ、だって帰れないだろこれ。下界に。あれ、これはこれで終わりか。ってことは下に降りないといけないことね。あ、間違えた。ん？もうちょっと道が複雑でわからない。下はなんかあるか。アイテムに行けそうだな。よし、憲兵はいける。オッケー、殲滅しろ。これでコツコツ稼ぐしかない。この剣ってさ、つくやつじゃん、よく見たら。フェンシングみたいな感じの。切る剣じゃないでしょう。あれ、いけねえし、こっち。え、マジでいけない。どっから行けばいいんだ？この上下のあれがわからない、地図的にも。あれ、宝箱の中ありつけたぞ。万能薬か、あんまり使わないな。え、どうすればいいんだ？そうすると。ん？こっちは？階段。なんだかよくわかんなかったな、このマップは。あ、メインになってる。あそこに旅人が見え、あれ？旅人を見てたら、イベントが進んでしまった。頑張りましょう。なんでいきなりそんなこと言ってんの？何なんだ？ちょっと先行しすぎだぞ、ユウ。あれ、ジャンだ。行かせないぜ。お前もしぶといな。お、戦ってる。俺の方が鎧を身にまとってるからな。やっぱりって。ああ、俺は要するにあれだ。だからお前も覚悟を決め、俺を止めるにはどう。殺すしかない。殺す。お前もようやく。くそ、皇帝も法王も関係ない。まあ結局は4人でボコるってことでしょ。なんとも思わないのかな。なんで俺4人を相手にしないといけないんだよっていう。デフォルト。あ、調べるのはやっときましょう。で、もう一度あなたと。で、デフォルトと。劣化のウルフ。そうか、こいつはこれを使いこなしてくるんだった。37,500。弱点はなし。ガードしとかないとな。ウルファング。今バイソンだから、今回もデフォルトしとこう。バイソンフォンからのウルフファング。何？構えを持続して、おお、反撃強い。今、マイナス1になってるから、チャンスだ。どうしよう。攻撃でいいや。マグノリアも攻撃。おらっと。で、こいつは回復だな。ちょっと待って。ブレイブかけての、ケアルダで回復させてパワーオブラブか。で、ブレイブ。こいつはもう、ウルフファング。バイソンフォン。真似だ、真似。
よし、来て。くらえ。うわぁ、反撃バイソン解放。これはやばいぞ。そうか、バイソンの構えの時は。いや、お前が一番鬱陶しいよ。すげえムカついた。仲良くなった。痛い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 200か硬いな。ティーズほら手荒れだ。パワーオブラブ。でも本当にいや本当にムカつくのはお前だよ。お前といるうち、じゃあ。痛い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 。痛い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 。生きがけも発動し、生きがけは大丈夫っしょ。おー、そうだよな。生きがけで反撃されたらたまったもんじゃない。死ぬかもしれん。生きがけ。死んだな。マグノリアが死んだ。戦死した。まったく。とりあえずマジックパワーがない。いきなりマジックパワーがない。マジか。フェニックスの方で生き返らせて、エクスポーションは2つある。でティーズはデフォルトだな。まあ弾よけくらいにはなってくれんだろう、バイソンホーンの。 OKOK。でこれは反撃されるからちょっと今はあれだな、回復のターンにしよう。なんでデフォルト、デフォルトで、そうだよ。ちょっと待って、デフォルト、デフォルト、エーテルターボ、イデアで、ティズはエクスポーション。まあ、一旦これでなんとかするしかない。で、こっちエビで太陽釣るでいいんじゃないかな。ケアルダ。デフォルト。エビで太陽釣る。どうだ？とりあえず回復してくれたな。バイソンホーン！よっしゃ！くらえ！ 3400 強いと。俺が俺、だから、お前を倒す。本気で戦う。だから、そんなことしたら。うん。手加減はしないよ。こいつを狙ってくれれば十分だ。こいつもデフォルトするしかない。で、エビで対応する。回復しないと死ぬな。で、デフォルトか。あ、そうか。今、あいつ攻撃できねえんだ。もったいなかったな。エビで対応する。守ってあげるよう使おう。くらい。わあ、1800か。守ってあげるよ、守ってあげるよ。で、こいつはもうずっとこれでいいや。あ、ウルフの構えになってる。よしよし、ここは攻撃だ。劣化のウルフからのウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング。一応こいつはエビ隊にしよう。で、ケアルダはかけとこう。で、ブレイブ、ブレイブ、ブレイブと。で、ウルフ、バイソン、ウルフ、バイソンと。OK! 劣化のウルフからの2000、おぉ、倒した。心の中のずっと。さらばだ、じゃん。ちゃんと U でとどめを刺せたからな。本望だろう、やつも。いやー、エビで対応するがだいぶ役に立ったな。サレナホリナ。なんだかよくわかんないの覚えたぞ。最初ちょっと危ねえとか思ったけど。お前は本当に優なのかって感じだけどね。なんだ、鎧が泣いている。俺に勝ったのに。でも、泣く必要なんかね。自分自身の意思、要するに、あったか。分かったよ、俺じ。それでいい、法王様に。てか、お前の装備くれ。こいつは消えないんだな。死体は消えるのが普通なのに。あ、消えた。
とりあえずは大丈夫か。スーパースターのマジックパワーがかなり厳しいけど。あれ、なんか今度横に動いたぞ。新しいパターンだ。あそこにアイテムがある。リリスの口づけ、どっちだこれは。こっちに宝箱をゲット。光のローブ、お、いいんじゃないの。これは多分ソードマスターは鎧か。イゼア、あー魔法防御がちょっと下がるけど、てか魔法防御結構下がるな。防御4か、4だったらこのままでいいんじゃないか。いっぱいいる。盾兵を中心とした舞台だ。逃げろー、逃げ切れた。でどっちだ。よし、このアイテムを取れる。6000円、結構お金があるな。これちょっと下に降りてみようかな。あ、そうだ、これ下に降りるとかじゃないんだ。うわー、こっち来ちゃったよ。回復しよう。テントで休む。ここでもテントで休むのかよ。浮遊城に来てもう3日目だな。アンケートってなんだよ。そんなん取ってる暇はねえだろ。浮遊城の敵は強いですか。まあ、強いよね。盾兵が一番強い。またアイテムを探す旅に出ましょう。そうすると右側だな。万能薬か。またこのパターンか。逃げろ。逃げ切れた。すげえな、結構簡単に逃げ切れる。ん？またこっちか。結局右上の方がよくわからないな。行ってないと思う。これを呼び寄せないといけないのか。召喚でこっちか。よし、セーブして。いくぜ。アイテムどうしようかな。エクスポーション何個か買っとこう。4つ買おう。6000円か、高えな。全開してるよね。よーし、行くぜ。多分皇帝、この先に皇帝が突入する。突撃あるのみ。ついに皆さん、まだ終わってないぞ。え、この先に皇帝、俺は初めアニエス様を連れ去る。確かに何もできなくて、今も何かできるとは思えないけどな。たくさんの犠牲を出して、あの時俺が、ユウ、何言って。確かにユウは負けたかもしれ、それはユウの。そうだな、レベル1からレベル50いくつだからな、今。一度、次はもっとうまくやれるはずだ。てか、なんでイデアとティズは弱くなってんだよ。ティズ、ブレイブリーセカンド。え、引きの言葉よ。あ、そういう意味なの。やり直す勇気。失敗した時も、なるほどね。勇気を持って、あなたなら、みんな一緒なら。ありがとう。そう、頑張りベンジです。おーっとと、ホーリーピラーにもう行っちゃったよ。遅かったな。アニエスがぶっ倒れてる。これがホーリーピラー。その通りですわ。てかこいつ何なの、アンネって。この光の中で時空の羅針盤。そうか、我らだし。待て。私を止めるため、私はそんなお前の姿を見たかったのかもしれんが。あれ抱えてるじゃん、アニエス。ここまで来たことは褒めてやる。しかしは、まっすぐに進むな。何、鎧だ。
完全にアナゼルだ。新しい世界を作ることができる私はそう。さらばだ。お、もしやどっか行っちゃう？どっから出したんだよこれ。おお、なんだかよくわかんないけど、てかアニエスを連れていく必要があるの？消えた。まさか。お、なんだ。まだですわ。前か。一つ、ホーリーピラーの光、別の世界に。それは、そう、それが夜空に浮かぶ月。なんだかわからない。さあ、光を。さあ、ディアマンテ、光を反射し、確定。おお。月をなくすのか。月がなくなると大猿に変身できなくなると。おお、俺月復興作業してたのに。お、マグノリア。月がなくなったから暗いんだ。返事がない。ただの屍のようだ。やったわ、やりました。おい、月に人なんていたっけ。無事なんだろ。そう、もっとも。ああ、こっちもお前の狙いは知った。なんていうか、一度決めたこと。こいつマジ何なんだよ。試してみる。ああそうだ、魔王もまだこの城の中にいるまんまでしたよね。とりあえずこの妖精か。ちょっとだいぶ灰色だな。どうしよう。とりあえずデフォルトで、とりあえずすっぴん技、デフォルト、デフォルトと調べる。3万な。弱点火、溶け込む。なんやねん、超いっぱいいる。デフォルト、デフォルト。ちょっとボムの右腕使ってみよう。弱点火って言ってるし、ボムの右腕。おお、わあ、これはあれか、反撃を食らうってやつね。攻撃力自体はそんな強くないな。よし、とりあえずここは劣化のウルフを使っとこう。で、デフォルト、デフォルト、デフォルトをためよう。ほら、重殺。お、なんだ、いつだ、浮いて、毒。毒か。毒はちょっと鬱陶しそうだから、攻撃に入ろう。マグノリアも攻撃に入ろう。で、こいつは、まずエスナガを唱えて、すげえ36も使うのかよ。ケアルダで回復。で、ウルフハング、バイソンホーン、ウルフハング、バイソンホーンと、これでいこう。くらい。ちょっと見づらい。ここに4500。いつ当たる？ 1000 ちょっと当たるか。行きがけ発動。よし、クリティカルが出ればめっちゃ当たるな。ダメージが通ればこっちのもんだ。おら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 、くらえくらえくらえ。よっしゃ、行きがけ。ウルフファング、バイソンフォーン、ウルフファング、エスナガ、ケアルダと溶け込む。ここはちょっとデフォルト、デフォルトのゴムの右腕で、デフォルトと、ほい。あれ、弱い。ショコラ。ポーション5個も手に入れた。
マジいらないんだけど。まあな。まさか、でももうずっとこの世界は。また。そうだな、こんなとこにいてもしょうがねえしな。あれ、なんかアイテムとかあんのかな。この皇帝の椅子に何かが。何にもない。王座の間。歩いて戻るの、もしやこれ。でもちょっと行ってないところがあるから敵出んのかな。この旅人は何してんだろうな。一旦寝よう。ブレイブリーセカンド、それはやり直す勇気。コテージで休む。はいはいはい、セーブをさせてくれ。とりあえずん、これどっから来るんだ。とりあえず宝箱を欲しい。宝箱、まあ本当だったらなんかテレポストーンでサクッと戻りたいんだけど、何個か宝を取ってないんで、それを回収してから行き、おわ、行けねえし、こっち。あ、敵出た。この兵士たち何とも思わないのかな。空が暗くなったみたいな。強いな。一刀流でも十分強いな。それだったら、いや、こいつは異常だな。うん、どうしようかな。宝箱欲しいけどめんどくさいからもういいや、戻っちゃおう。アイテム、テレポストーン、ほい。 OK、うん、戻るか、湯船に。ない、ない、ない、月がない。マグノリ、僕も故郷を失ったことが。ね、と、確かに。まるで、時間が…なんだこれは。ここにいる魔王はどうなったんだ。おお、どうすりゃいいんだ。え、え、マジで分からん。とりあえず近場に泊まるか。これどこ？ラクリーか。世界は月が、何それ。そう、くそ、僕らは必死に皇帝を追いかけてきたけど、あれ、ん、どうした？ユウ、もしも神様がいるなら俺たちの。どういうこと？月がないということは月面復興もできない。マジか。月の民と建物は無事だと信じたい。そしてムーンフォルトなき今。あ、月のことね。アルタイルはどこへ。ああそうか。アニエスのナビゲートもない今、町の人に話を聞くしかないか。タイトル画面にニューゲームプラスが開放されました。セーブ後有効になります。あ、マジで？ちょっとセーブしよう。セーブと。OK。タイトルへ。あー、これね。ニューゲームプラスをやれってこと、もしや。で、今54レベルだから、54レベルならあの時の皇帝に勝てる。勝てるかダメージゼロだったぞ。ちょ、どうしようかな。ちょっとコンティニューしてもしょうがねえしな。ちょっと街の人に話を聞いてみよう。世界が暗くなっちゃったけど、それで考えよう。おお、
音がない。時間が止まった以上、新しい魔法も生まれないよね。え、時間が止まったんだ。生徒たちは怯えている。ほんほんほん。夜が来ないのでバイトの時間が終わりません。かわいそすぎる。マジかこいつ。月が破壊されたのですからもう少し慌てましょう。月が壊れた。ああ、確かにね。おい、デブどうなってんだ。こいつは魔王で寿司を作るとしたらどんなのか。てか魔王どうしたの。全然戦ってないんだけど。ほうほうほう。ドリームエナジーなんてどうだっていいさ。とりあえずは時間が止まってるみたいっすね、完全に。まあバイトも永遠にやり続けないといけない。でも時間が止まってるんだからバイトなんていいんじゃね。あとちょっとラクリカあたり行ってみるか。重要人物ってあとどっかにいたっけ。基本的にあんまりいないよな、重要人物。あ、この兵士、兵士。おお、止まってる。世界はどうなってしまったんだ。いや、そんな強くないだろ、どう考えても。ミスリルじゃねえかよ。え、魔王が襲ってくる？魔王が襲ってくんの？ずっとお昼だ。これ昼なの？暗いけど。そっか、月がないからか。光の戦士なら月くらい直せよ。いやー、そう言われてもね。クリスタルよ。あ、そうか、クリスタルがどうなってんだっけ今。暴走してんだっけ。またこいつかよ。え、でもセタンタってなんかあれだな、いろんなとこで歌になってんな。まあ、どうでもいいけど。とりあえずじゃあここは一旦中止をして、次回じゃあちょっとニューゲームかな、やればいいのかな、ちょっとわかんないですけども、今回はこれで終了したいと思います。